イベント、また会えためのステージ攻略、BW の8に行きます。教習の内容は、バリスタのダメージが上昇、シルバーアッシュを入れていきます。アークナイツかな、コラボイベントするんやけど、コラボ相手の読み方忘れた言うねん。そら失礼やな。一緒に考えてやるさかい。どんな字やったか言うてみ。こういう字なんやけど。それは、羅生国戦記やな。間違いない。でも、Google 先生によると、羅生平戦記らしいねん。ほな、それやないか。Google 先生は、世界中のあらゆることを知ってるんやから、最初から聞く必要なかったやないか。もうええわ。どうも、ありがとうございました。て待て待て。ん？一応、ステージの説明もしておきます。あ、そう？左上から来るドローンたちを、新銀山2回で倒します。今が1回目だね。1回目はすぐ使って大丈夫です。教習では、バリスタの威力が上がって、攻撃力900になっています。強すぎ。右からのバリスタを E さん上向きで止めて、その左の高台に配置しています。なんで E さん？ E さんは 50% で回避して、ダメージを受けないのと、ブロックしないので、ボンクラに重ねて配置できて、右下の青ゲートに行く敵を倒せます。ついでにボンクラもちょっと削れるね。あ、クオーラが倒されそう。そこは2方向からバリスタが来ている上に、回復がいないですからね。クオーラが倒されるまでに、ここのボンクラを倒せれば OK です。ほうほう。そしてそこにクムを配置。左からドローンの群れが来ていますので、アレーン、ガシャ、ヘイズのスキルを使って倒します。クムは倒されないの？ここはバリスタが1つだけなので、クムの自己回復だけで大丈夫です。ミルラも下からバリスタ食らってるね。はい、ミルラ本人とパフューマーの回復で耐えれます。で、シルバーアッシュが再配置可能になったら、アレーンを下げて配置。アーツバードに撃たれるので、ミルラのスキル。新銀さんは、この防御アップドローンが箇所の上まで行って、少し待ってから使います。少しってどのくらい？このくらいです。うん、ファジー。左上に残ってるドローンが動いて倒すまで持続していれば大丈夫です。ふむふむ。あ、動いてきた。タイミングバッチリでしたね。ほんまかいな。あ、爆弾鉢？最後に出る爆弾鉢と氷爆鉢。なぜか倒さなくても、勝手に消えてクリアできます。なんで？さあ、ストーリー的な意味があるんでしょうか。知ってる人いたら教えてください。打力本願。で、中央のボンクラが動き出す前には、シルバーアッシュを撤退します。シルバーアッシュが攻撃されると、範囲ダメージでヘイズが倒されるので注意です。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。